シャマイン記は、鶴田智也の短編小説。アイヌの周長コシャマインと日本人との争いを、序児史的に描く。1936年に、第3回、芥川賞を受賞した。1935年、伊藤英之助らと創刊した、同人雑誌、小説の2月号に発表。翌年の8月、第3回、芥川賞を受賞。10月、単行本。 コシャマイン機を改造者より観光。ミコカピナトリは歌う。日本人からの迫害に対して放棄し、勇猛で知られたセタナブラクの州長の血統は何度も騙し討ちに遭い、幼きコシャマインとその母を残してすべて滅びた。アイヌの英雄コシャマインにあやかった名前を持つ、彼は祖先の思いを胸に同族をまとめ上げ再起するために各地を放浪し、たくましく成長していく。 しかしまとまるどころか同族同士で争い合い、信頼できる仲間は倒れ、そして多くの同胞は立ち向かう気概をすでに失っていた。失意の古社満員は妻と老いた母と共にひっそりと暮らしていたが、あるきっかけで日本人と親しくなり心を許し酒を組み交わす。そして祖先と同じように騙し討ちに合い、その生涯を終える。 昭和十一年上半期役田川賞の選考委員は、菊池博士、久米正夫、山本雄三、佐藤春夫、谷崎純一郎、室宇再生、小島正次郎、佐々木茂作、滝井耕作、横光利一、川端康成の十一名。候補作としては、高木拓、検討戦、北条民夫、命の章や、鶴田智也、小島陰期、小田竹夫、城外、 横田文子、白日の書、小形隆虹戸、鎖、内木村寺、裏櫛、八達瀬子、神楽坂の発展が挙げられ、1936年8月10日の、芥川、直木賞両賞員総会で受賞作は、小社間院記と小田竹雄の場外の2作品に決定した。小社間院記に関しては、菊池博史によれば、ほとんど満場一致で入選したとのことである。 ありがとうございます。